富樫が行きました。さあ藤田からワンタッチでもう一度藤田。よっしゃ、行きますね。はい、一度下げて7番から今大久保はペナルティエリア、ボールが回り出したりもベルディもしっかりしてましたので、そしてかなりベルディが最終ラインでボールを回しているんですが、藤田が一発を狙って大久保を狙って、ここで藤田アナトニーから当てる、そして藤田ジョエル島、藤田を運んでいく、藤田のクロス逆サイド、いいイメージはもちろんね、はい、ありましたよね。さあここは中盤で藤田がボールを奪った。さあ小池か左に託すか、小池に託した、後ろを使った佐藤悠希、右がシュート決めた。開始11分先制したのは東京ヴェルディ、今日キャプテンマークを巻いた最新ポジションを取っています。藤田大久保ワンタッチ、これじゃ出られない、速いボールが、おっとゴール前を横切る、小池も一つ戻していきます。藤田が入れる、あれ一個次これだ、大久保どうした、ヘディングが押し込んだのが若さです。いやー右の若さ本物に伺っています。さあ縦パス入って大久保落とした、間狭いと返って山本が来たが、クリアしません。ただここでサイド小池、素早く攻めていきたい東京ヴェルディ、一旦下げて藤田から逆サイドに入った、スルーしたところボールを取ったのは東京ヴェルディ、藤田から右、いいパススピードですね、うん、これ山下、藤田の前、藤田シュート、うん、スーパーゴール、58分またも佐藤、山本、藤田早いボールだ、小池シュート、先制東京ヴェルディ前半の23分。ここは下ジョエル・チマ、マイナスのボール、うお、素晴らしい。ループシュートを決めてきました。ニアサイドこぼれて打ちた。打ちめた。山下。シュートが持っていけるか。素晴らしい。シュート。一旦平へ、そして藤田へ繋がった。藤田からの縦パス。の中で最も多く得点を挙げている加藤が今シーズンの11ゴール目。さあベルディ、山下、いい3人をねやっぱり変えてチャンスだ。
には、まあ、ベルに今一旦花戸が受けました。ここ井出前を向いて藤田スイッチチャンスシュートだー決定機でした。ベルディ最後は絡んだ山下。藤田井出から一気にスピードアップ。パスは引っかかってもう一回森田。藤田ミドルシュート、うん、いいシュートですね。藤田ジョエルチマ。熱い攻撃をね仕掛けられますよね。ベルディは前田のクロス、小池が滑り込んだシュート、ゴールインが認められました。最後は36番の藤田が入ってきて勝った。ここ高橋が食いついた裏のスペースに少し入ろうかというのが出てくか。さあ今度は東京ベルディ前線花戸キープして藤田ジョエル千葉来た決定機藤田ベルディ追いつきました。43分、藤田落ち着きません。あ横橋さらって佐藤雄平前向いたミドルシュートライン中に流してチャンス藤田だ。先制東京ベルディ69分。最後はゴール前3列目から入っていきました藤田。